でもその事故物件って今まさにねその検索するとある程度のことが分かかじゃないですか調べた結果真逆の結果だった話っていうのがあってあのこれ今もうないらしいんですけど富山県の有名な心霊スポットで船金地っていう一軒家があったらしいんですよ。 でここってもともと住んでた家族がまあ一家心中したとかそのね凄惨な殺人事件があったとかって言われてるんですけどはっきりした理由は分からないですただいつの頃からか地元では有名な心霊スポットになったとただこれまさに大島テルとかで調べてもそんなな事件出てこないんですよ、えー、実際そんな事件起きてないんですなんですけどいつの頃からかそういう噂が広まって心霊スポットされたんです で、でなんですよ僕にねあの何本か階段提供してくれてる蜷川さんという方でまさにこの地元の方なんですけどある晩男友達と2人でその船木んちっていう心霊スポット行ったんですよ。で、まあ、1階ね結構これねあの航空地図もあるんですけど結構でかい家なんですよね。で1階から入っていくと。で外観はねそんなまだ古くないんですけど、まあ、内部は相当このね水漏れとかがあって傷んでて。で、1 回番奥の部屋行っったたら和室だったそうなんですけどもう雨水含んじゃって畳がぐちぐちになっててで部屋の真ん中辺りまで進んだ時に畳が中央にメコっとめり込んでこの蜷川さんっていう人本当にこの天井から床ぐらいまで真下にドーンと落ちたんですよ落ちたら和和室室の真下にもう一つ和室があるんですよでその部屋畳の上に無造作に仏壇が置かれててその前に子供用の靴がピンクの靴が備えてあるんです でもこれ地下なんですよ。で上に上がるための階段もはしごもドアもないんです、うん、なんですけど窓だけついてるんですでも地下だから窓の外は土なんです。誰が何のの目的でその部屋を作っとにかくね蜷川さんあの上にもう登ることできないから友達にねちょっとなんかロープ持ってきてくれでもあまりに田舎で最寄りのコンビニまで1時間ぐらいかかるらしいんですよ。うん でその間一人で1時間ぐらい待ってたらしいんですけどもうちょっと本当に発狂しそうだったんですよ、まあ、このエピソード自体はこの番組でも以前お話したことあると思うんですけど実は後から僕知ったのがででももももそそそのの家家何なない家なんですよ<ー>じゃあなぜそんな噂がいつの頃ろか広まったのかがわからないしその地下室の意味ってのがさらに意味が分からなくなるんですよね。何これと思って、はあ めっちゃ怖いですね。作り、地下室の作りだけで、まず異様ですよね。そうなんです。で、いろんな人がもちろんね、その肝試しだって,って、その船木に行ってるんですけど。蜷川さんが初めて、その地下があるってのを見つけてるんです。それまで、誰もその地下室の存在すら知らないんですよ。なのに、そんな噂が広まってるって。これ、何が発端なのかがわからないですよね。んねちょっと儀式っぽいですね。よ、ね、くわかんないけど。